前で1キロの渋滞です。国道129号線、金田では八王子方面へ向かう車が2キロ、厚木方面が1キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で2キロ、相原方面は佐塚で1キロ、時和で1キロの渋滞。県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、小松原で2キロ、相模原方面へ向かう車は総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロ、世田谷通り相模原方面へ向かう車、新袋橋で1キロ、漁港道路厚木方面へ向かう車、小田急相模原で2キロ、北里通り国道16号方面へ向かう車は相模原公園入り口で2キロ、昭和橋方面へ向かう車は浅見祖台入り口で1キロの渋滞となっています。続いて村富線座間方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ、おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時30分ごろお伝えします。長く続けていることですが、一番長いのは鉄道の趣味ですかね。基本的に音楽を聴きながら一人で旅をするのが好きなので、その旅のスタイルは変わらずやっています、とメッセージくださったザカさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。井上陽水&玉置浩二で夏の終わりのハーモニー。
かさんからいただいたリクエスト、お送りした曲は井上陽水&玉置浩二で夏の終わりのハーモニーでした。代わってお送りする曲は弓ママさんからいただいたリクエストです。山下達郎、さよなら夏の日。私は健康管理のために朝起床したら体重と血圧を測っています。10年ぐらい続けています。これからも続けます。こういうのもね、やっぱり日々続けていくことが大事ですよね。ゆみママさんからいただいたリクエストは山下達郎、さよなら夏の日でした。代わってお送りする曲はヒロオヤジさんからいただいたリクエストです。柳ジョージとレイニーウッドでフェンスの向こうのアメリカ。長く続けていることを私は週末のアスレチックトレーニング、マシントレやストレッチ、それにクロストレイルなどで1時間強汗を流しています。気がつけば30年を超えました。転勤してもまず最初にすることが近所のトレーニングセンター探し。単身赴任時には仕事帰りに立ち寄って週5日通いなんてことも。今では週 1,2 回程度、なんとか身長マイナス107程度の体重をキープしていくことが目標です。すごいですね。ね、これもう30年続けているということで、もうこれも長く長くね、これからもぜひ続けてくださいね、トレーニング。ヒロオヤジさんからいただいたリクエストは柳ジョージとレイニーウッドでフェンスの向こうのアメリカでした。代わってお送りする曲はモーグさんからいただいたリクエストです。中森明菜でセカンドラブ。ほら君
ださったモグさん、メッセージも書いてきてくださっています。自分の長く続いていることはラジオ番組のリクエストです。自分が中学校2年生の頃から始めました。当時はメールがなくてハガキと電話でリクエストしてました。曲がかかったらもうご機嫌でした。自分はこれを38年続けています。ということでね、今日もリクエストくださったんですけれども、38年ね続けてくださって、その頃はメールもなければやっぱりハガキとかでね毎回書いて時間をかけて送ってくださったりしてたんですよね。ということで、今日もご機嫌になっていただけたでしょうか。お送りした曲はモーグさんからいただいたリクエスト、中森明菜でセカンドラブでした。時刻は6時30分になりました。夕焼けホット839、毎週金曜日は私古谷香織がお送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報、まずは相模原とその周辺の道路状況です。東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネルで16キロ、圏央道は内回り海老名ジャンクションで1キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、宇野森で1キロ、八王子方面は中和田相模大野橋本御佐路で1キロの渋滞、八王子街道相模原方面へ向かう車、目黒交番前で1キロ、国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、下今泉で2キロ、伊勢原方面は文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線、金田では八王子方面へ向かう車が2キロ、厚木方面が1キロの渋滞、町田街道横浜方面へ向かう車、中央橋北で1キロ、相原方面は佐塚で1キロ、朝日町で1キロ、時和で1キロの渋滞です。県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、小松原で1キロ、相模原方面は総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロ、世田谷通り相模原方面へ向かう車、大倉で1キロ、漁港道路厚木方面へ向かう車、小田急相模原で2キロ、北里通り国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で3キロ、昭和橋方面は大沼で1キロ、村富線座間方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ、県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で2キロ、おしまいに主導小淵浅溝台線小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロの渋滞となっています。
ドライバーの皆さん、外はすっかり暗くなっています。車間距離をよくとって、この後も安全運転お続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。今夜の天気は晴れで、夜は曇りでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 0% となっています。続いて明日の天気は曇りで、昼前から雨でしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は、朝6時までは 0%、 午前中は 70%、 お昼から夕方までは 80%、 夜は 90% となっています。明日朝の予想最低気温は19度、日中の最高気温は23度の予想です。明日は時間が経つにつれて降水確率高くなっていますね。ちょっと台風の影響も心配ですので、お天気お気をつけください。以上、天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分ごろお伝えします。 CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。北朝鮮がさらなる挑発行動です。ここでニュースをお伝えします。北朝鮮が今朝弾道ミサイル1発を発射し、政府は J アラートを通じて警戒を呼びかけました。弾道ミサイルの発射は今朝午前6時57分北朝鮮西部のスナンから発射され、7時16分ごろ、襟裳岬の東およそ2200キロの太平洋上に落下したと推定されています。ミサイル発射を受けて、政府は午前7時1分 J アラートを通じて、北海道や東北地方などの12の道と県に国民保護に関する情報を出して警戒を呼びかけました。これまでのところ被害の情報はなく、自衛隊による破壊措置の実施もありませんでした。菅官房長官は今回のミサイルについて、飛翔距離は3700キロ、最高高度はおよそ800キロと推定していると述べましたが、先月29日に日本の上空を通過した中距離弾道ミサイルと比べておよそ1000キロ飛行距離が伸びていることから、北朝鮮は弾道ミサイルの性能と信頼性を着実に向上させていると警戒心を示しました。北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、安倍総理は北朝鮮を強く批判しました。さらに安倍総理は、強固な日米同盟のもと、国民の安全安心の確保に万全を期すと強調しましたが、ミサイルの動きについては発射直後から完全に把握し、万全の体制を取っていたと述べています。また小野寺防衛大臣は、ミサイルについて飛翔距離が3700キロであり、グアムまで十分届くと指摘し、先月29日に発射された火星12型と同様の中距離弾道ミサイルの可能性があるとの分析をしています。さらに小野寺防衛大臣は、アメリカのマティス国防長官と電話会談し、
北朝鮮に対して目に見える形で圧力をかけることが重要だとの認識で一致しました。政府としては北朝鮮に対する圧力をさらに強めたい考えですが、国連の制裁決議が採択されたにもかかわらず、北朝鮮がミサイル発射を強行したことについて政府内では手詰まり感も広がりそうです。一方、国連安全保障理事会は日本やアメリカ、韓国の要請を受け、日本時間の明日午前4時から緊急会合を開催することを決めました。安保理は北朝鮮に対する石油輸出に上限を定めた決議を採択したばかりで、警告を無視して核・ミサイル開発を続ける北朝鮮への対応について協議することになります。そして日本の国会の動きです。自民党と公明党の幹部は今日臨時の会合を開き、臨時国会の冒頭で北朝鮮への非難と抗議の意思を示すための決議を採決することを確認しました。しかし臨時国会の召集前に閉会中審査を行うことについては、安倍総理や河野外務大臣が国連総会に出席することなどから、与党内では慎重な意見が大勢となっています。株と円の動きです。今日の東京株式市場の平均株価終値は、昨日より102円ほど高い19,909円50銭でした。一方、東京外国為替市場の円相場は昨日より30銭円安ドル高の1ドル110円70銭から71銭で大方の取引を終えました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。長く続けていることですが、趣味のアートフラワーですかね。何かのイベントがある時なの、イベントがある時などにイメージして作ります。今日もちょっとしたものを作り終えました。というね、水玉スニーカーさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。ザ・イエローモンキーでバーン。お送りした曲は水玉スニーカーさんからいただいたリクエスト、ザ・イエローモンキーでバーンでした。変わってお送りする曲は千田隆さんからいただいたリクエストです。星野源でファミリーソング。
長く続けていること、スキーも始めてかれこれ50年近くになりますが、これと同じようにみこしに関わって25年以上になりました。小さい町ですが年に一度の大イベントなので、町内に住む若者が揃いの斑点を身にまといみこしを担ぎます。お祭りもね、歴史があったりしますからね。さあ、そんな千田高さんからいただいたリクエスト、お送りした曲は星野源でファミリーソングでした。時刻は6時45分になりました。ここで交通情報をお伝えします。東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネルで13キロ、圏央道は外回り八王子ジャンクション付近で3キロ、中央道は上り方面へ向かう車、三鷹付近で6キロの渋滞です。津久井街道相模湖方面へ向かう車、谷ヶ原浄水場前で1キロ、国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、宇野堀で1キロ、八王子方面は中和田相模大野橋本五差路で1キロ、八王子街道相模原方面へ向かう車、目黒交番前で1キロ、国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、下今泉で2キロ、伊勢原方面は金田で1キロ、町田街道横浜方面へ向かう車、中央橋北で1キロ、相原方面は佐塚、滝の沢、時和でそれぞれ1キロ、県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、小松原で1キロ、相模原方面は総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロ、世田谷通り大倉では鶴川方面へ向かう車が1キロ、相模原方面へ向かう車も1キロの渋滞です。行幸道路厚木方面へ向かう車、小田急相模原で2キロ、北里通り国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で3キロ、県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロ、上溝バイパスで1キロ、おしまいに市道小淵浅溝台線小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、今日最後の交通情報をお伝えしました。ここで星野富弘花の滋賀店ご招待券プレゼントのお知らせです。10月6日から13日、相模女子大学グリーンホール多目的ホールで星野富弘 花の滋賀店が開催されます。滋賀とは絵と詩を組み合わせた芸術作品のこと。星野富弘氏は1946年群馬県に生まれ、群馬大学教育学部を卒業し、中学の体育教師になりましたが、空中回転の指導中に頸椎を損傷し、手足の自由を失ってしまいました。入院中、筆を口に加えて文字と絵を描き始め、7年後、
前橋で開いた作品展が大きな反響を呼びました。その後、草花の絵に詩を添えた詩画を、詩画やエッセイの創作を続け、国内外で花の詩画展が開かれています。星野富弘花の詩画展、開催日時は10月6日金曜日から13日金曜日、午前10時から午後7時、最終日は午後5時までです。会場は相模女子大学グリーンホール多目的ホール、一般前売り券500円、当日券600円、中学生以下は無料。前売り券は相模女子大グリーンホール森のホール橋本、相模原市民会館のチケットムーブ窓口でお買い求めいただけます。 FM ホット839では星野富弘花の詩画展のご招待券を抽選で20名様にプレゼントいたします。お送りするご招待券1枚で2名様ご入場いただけます。ご希望の方はファックス、メール、はがきでご応募ください。ファックス番号は 042-776-0839、 042-776-0839、 メールは 839@fmhot.jp、 839@fmhot.jp、 はがきの宛先は郵便番号 252-5288、 専用郵便番号なので住所は必要ありません。応募締め切りは9月25日月曜日です。10月6日から13日、相模女子大学グリーンホール多目的ホールで開催される星野富弘花の詩画展ご招待券プレゼント、ぜひご応募ください。以上、星野富弘花の詩画展ご招待券プレゼントのお知らせでした。4時からお送りしてきました夕焼けホット839、金曜日、今日もねそろそろお別れの時間です。今日もね本当にたくさんのメッセージ、そしてリクエストいただきましてありがとうございました。ちょっとね、全部ご紹介できなかったので、最後はお名前だけでも、ご紹介させていただきたいと思います。エボサガミさん、池田哲彦さん、名古屋の神戸秀政さん、キジバト交通さん、なんだちみわさん、すっとこどっこいしょうさん、富永慎太郎さん、池さん、そしてプチトマトさん、皆さん本当にありがとうございました。さあ、今夜10時からのミュージックボックスなんですけれども、9月からねミュージックボックスは生放送になっております。今日は3週目なので、ミュージコさんがパーソナリティの回ですね。ミュージックボックスとしては初のねミュージコさん生放送の回ですので、ぜひメッセージいただきたいと思います。メッセージテーマ、9月のメッセージテーマが生放送でやってほしいことというテーマです。なので今週はミュージコさんに生放送でやってほしいこと、ぜひぜひ、番組の方までね送っていただきたいと思います。さあ、そして、明日からはね3連休という方も多いかもしれませんね。9月18日月曜日祝日なんですけれども、夕焼けホット839は、祝日なのでお休みになります。代わりにですね、特別番組が放送されますので、ぜひねそちらをお楽しみいただきたいと思うんですけれども、18日はもう朝からね、特別番組やっていますよ。10時から午後1時までは生放送で町田的情報バラエティ町田ポリタン R、そして4時から7時まで、このね夕焼けホットの時間帯では杉田達之のライトナウ、杉田さんセレクションの音楽、そしてね、トークをぜひお楽しみいただきたいと思います。さあ、ちょっとね台風が近づいてきているみたいなので、明日時間が進むにつれて雨強くなりそうですね。日曜日もちょっと雨の影響あるかもしれません。どうぞね気象情報にも注意しながらお過ごしいただきたいと思います。ここまでのお相手は古谷香織でした。皆さん素敵な3連休お過ごしください。
この後は東京町田インフォメーションをお送りします。